こんにちは、みやこです。レイチェルです。なんと今日はレイチェルとの美尻コラボ第2弾でございます。前回ね、すごい好評いただいて、すごかったよね、反響ね。あ、そうだったよね。そう、もうまたやってくださいってすごいバーってさ、コメントもいただいたので、ぜひね、第2弾をということで、今日またカネキンジムに来させていただきました。で、今日もお尻トレーニングを教えていただくんですが、今日はさらにコアな、このレイチェルにしかわからないような、この美尻の達人にしかわからないような、特にどんなトレーニング、お尻の上の上部、そう、ちょっと今日は大臀筋の 上部の方をやっぱターゲットしていきたいと思います。私にとってお尻トレーニングの中で一番つきにくい、ね、難しいよね、とても難しいので、そう、今日はそれをちょっと3種目を教えていければなと思います。はい、上部っていうのはだいたいこの辺になりますか。お尻のこの辺ですね。この辺ですね。こうつけるだけでお尻のその上の丸さ、ね、丸さがね、なかなかつかないよね。なかなかここからさ、腰からさ、お尻が生えてる感じだよね。を今日教えてもらうので、ぜひね、皆さん最後まで見てやってみてください。早速1種目目から始めていきたいと思います。でお尻の上部っていうのは、まあ、その鍛えてくれる、まあ、コツっていうか、まあ、腰をその水平方向に動かしていくのが一番お尻の上部収縮してくれるポイントになっていきます。なのでヒップスラスト、ケーブルプルスルーとか、ケーブルキックバックとか、リバースハイパーとか、そちらは全て、上部に、効かせやすい種目になります。そのために1種目目はヒップスラスト。まあ、前回はちょっと宮古さんとコラボしていただいたときに、まあ、スミスマシンでのヒップスラストやっていったんですけど、今回はちょっとダンベルでのヒップスラストをやっていきたいと思います。はい、で、バンド付きの、あ、これが例の、そう、例のバンド、あとでちょっとね、紹介していきます。バンド的にはどういうバンドでも大丈夫、まあ、できればこのシェイプリーのレイチェルのでお願いします。はい、これはレイチェルが、ね、作ってるあのバンドです。すごいね、みんないいって言ってますよね。まあ、ありがとうございます。今日はこちらを使って、え、ちょっとじゃあ柔らかめから。柔らかめこれはダメですね。ダメ、あ、そう、これちょっと一番、そう、一番もう軽い方だし、一番結構長い方なんで。あ、なるほどね、長さで決まってるんだ。そう、長さ的にもこれが一番イージーで、はいはい、ミディアム、ハードっていう感じになっていって、でやっぱりイージーの方でしたら、もうヒップスラストって腰幅の、あ、そうか、そう、腰幅ぐらいの、位置なんで、そういう種目でこういうイージーでしたらバンドがほぼ伸びてくれないんですか。伸びてくれなければ負荷もかけにくいんで、そう、そのヒップスラストのやり方って今日はダンベルで、そう、結構ご存知な方もいると思うんで、うん、肩甲骨あたりを乗せていただいて、あ、ちょっと頑張って、うん、先に乗せて、そう、先に乗せた方がいいかなと思います。で、そこからこの上の位置で足がちょうど膝が90度になっているというようにしてみてください。ここからすごく大事なポイントなんですけど、こうやってもうすぐ内旋してしまう場合があるんですよ。で、その場合だとお尻に負荷がかけることができないんですよ。で、そのためにしっかり膝もこう外向き、開いて、そう、開いていくことが大事になってきます。で、ここからヒップスラストなので、ヒップを下げていってヒップを上げるようにしてください。はい、よくあるのがみんな上半身がすぐこうやって下がっていくのが多いので、もうヒップを下げてヒップを上げてキュッと締めるっていうのがヒップスラストです。で、もう下げていくときに、ね、ずっと開いたまま、うん、開いた状態をキープして上げていたときにお尻をキュッと締めていくっていうのを行ってください。これは特にそのやっぱ上部の方を意識していくっていう、こちらはヒップスラストはどっちかっていうと、もうお尻を全部、全部フォワードとして、で、下部の方もそうですし、うん、で、ちょっと上部の方ももちろん、その上でギュッと締めていくことで、上部の方を収縮することができます。
て、さらにこう膝を外側に向けているだけで、それも収縮してくれる。そう。で、みやこさん、ちょっとお尻のボリュームが欲しいんです。悩みでした。悩みなので、はい、はい、そのためにこういうヒップスラストは必ず含めて欲しいです。で、これを結構ハイレップで行うので20回ぐらい。これじゃなんかやっぱりウォーミングアップ的な感じで刺激を入れてって感じですね。そうですね、それかも普通にメインとしても始めて大丈夫かな。そしてこの私は真ん中のミディアムの硬さのやつで入らせていただきます、はい、で、上の位置でお尻が、まあ、膝がちょうど90度これぐらいかな。 OK、 大丈夫。で、つま先は少しだけ外側に向けて同じ方向なので、これをずっとキープしたまま下がっていくっていう方向、はい、なるほど。で、上でキープします。そうそうそう、はいはいはい。この番号いいですね。ちょっと、はい、一回もう少し上に上がってもらえる。そうそうそう、肩甲骨の下。あ、じゃあもう結構乗っていいんだ。私やるときもうちょい下でやってた。あ、やらなくて大丈夫。そうしてしまうと、この上がったときにちょっと反らしやすい状態になるので、もう少し上がって、でヒップだけを下げて、で、アバー下に。そうそうそう、で、ここから上に行ってしまう。そう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 。あ、じゃあ結構状態をベンチに乗せちゃって大丈夫。そっちの方が固定されるね。そうだ、固定される。なるほどなるほど。だから重量乗せてもしっかりコントロールする。そうだね、 OK。 まあ20回なんでコントロールできる重量がいいと思うんで、自分のもう 40% ぐらいの、あ、じゃあ結構 40% ぐらいの重量でいこうかなと思います。はい、後半あたりで見てくれた。10、しっかり開いて、下がった時も開いて、そうそう、12、13、14、開いて開いて、そう、15、16、で、キュッと締めて、17、18、19、最後、スクイーズボディ、ナイス、ナイス、欲しい。これ番号してるのに結構すごい入るね。そう、しっかり。でもこれスイスお尻よりちょっときついかもしんない。確かに。まずこれが1種目目です。そう、それがまず1種目目で、まあ、結構お尻の上部プラス、まあ、全体的にボリュームをつけてくれる種目だと思ってください。はい、わかりました。で、次は、まあ、こういうちょっと、アンクルストラップを使ってケーブルキックバックもやっていきたいと思います。はい、はい、ケーブルキックバックはもう必ず上部をつけたければ必ず含めてほしい。必ず、はい、必ずマストマスト。はい、OK。で、最初はちょっと片方にこうストラップをつけてもらって、で、よくあるちょっとよくあるケーブルキックバック、はい、やり方から説明していきたいと思いますけど、よくあるのがみんな結構このケーブルに、はい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 、なんていうのこれ、なんだろうね、ここ、ここ、まあね、これマシン近すぎて、そこからこのまま後ろに蹴り始めるの。で、それはまだ上部に効くは効くんですけど、でもこの後ろにキックした瞬間、背中をこう反らす場合があるの、はい、こうなってしまう。こうしてしまうと、後からちょっと背中とか膝が痛めやすくなるので、それを改善するためには、結構離れて、上半身を思いっきり前に倒すの。おー。このまま、そう。そうすると、キックした瞬間も背中を反らすことができなくなる。なるほど。そう、腰に負担かからない。そう、腰に負担かからず、まあ、上部だけに収縮を感じることができます。はい。それで、私はもうテーブルになるぐらいまで伸びてるんですけど、携帯のここに乗せられるぐらい。なるほど。本当フラットな感じで。フラットになってください。はい。で、そこからケーブルアタッチされてる前足を前に持っていって、で、後ろにこうキックする感じになっていきます。あ、なるほど。で、どれぐらいキックするかなんですけど、もう本当に上部の方収縮かかるまで上げてください。なので、ギュッて入ってる。ここまでとか、あ、パンとか使わないと
勢で。そう、姿勢で。こんくらいでちょっと見えるかな。見える。すごい。モリッときてる。この言い方。これすごい。いや、もう、どんな足で痛いんですか。こういう収縮が入る筋肉は絶対に入れた方がいいんですよね。絶対入れた方がいい。これをやらないとお尻が大きくならないそうなので私が大きくならなかった理由はこういう種目をやってなかったからです。まあこれはどっちかというとアイソレーションの種目かなと思います。私はコンパウンドはそのボリュームをつけてくれる種目かなと思います。そのために重量とかももっと、まあ、重量で扱えることもできるし、でもこれでしたらアイソレーションはその一つの部位だけを注目していく感じなんで、狙っていく感じ。そう、狙っていく感じで、そのためにちょっと重量とかを上げすぎてしまうと他の部位に入ってしまう場合があるの。特に、ハムストリングスとか、でそのためにこれはどっちかというと重量を軽めにしてレップで追い込むの。なるほど。そう、だこれは3セット、15回くらいかな。これって結構足に入るって人多いから。多い。重すぎるんだね。重すぎるっていうのが結構あるから。そう、確かにそうかも。本当にレイチェルでこれぐらいでやってる。私は 4.5 キロか、たまに9キロまで行くんですけど。でもレイチェルでそれだったの。そう、軽めでいい。エアーでいい。軽めで、もうフォームとその収縮、収縮感、そう、それだけにフォーカスするのがいいかなと思います。わかりました。これはすぐにハムストリングスに入りやすい。入りやすいよね。難しいよね。そう、すごく難しい。で、まあ、あと2つちょっとポイントがあるんですけど、もうこの骨盤の方もしっかりまっすぐにしたままにしてくださいね。よくあるのがキックした瞬間、あー、それちゃうから、うん、回してしまう、回るんです。よくあるやつ。よくあるやつ。はいはいはい。で、それもちょっと収縮ができるんですね。はい。それもちょっと収縮が抜けてしまいますので、はい、そのためにしっかりまっすぐのままでお願いします、はいはい、最後にこれもヒップスラスと同じようにあとは下にちょっと下のままで再開します、はい、よくあるのがテーブルヒップバックをこのままやるんです。あ、そうしてしまうとまた背中を反らすこともありますので、うん、しっかりとアドしてみてまで骨盤は固定で。そう、固定でお願いします。はい、固定でお願いします。で、あと一つは真後ろではなく少しだけ、若干少しだけ外側にキープしてください。外側。外側。はい、思いっきり外側ではなく気持ち。はい、わかりました。真後ろよりもちょっと外側。そう、ちょっと外側。